皆さん、すみませんでした。私タートルはいつも運動のことばかり載せて、結局痩せるためには食事だよっていう方のね、コメントになかなか対応してませんでした。申し訳ございません。今回は私が毎日ビールを飲みながらでも2ヶ月でマイナス8キロとした食事のアドバイスをさせてもらおうと思います。まったりお話ししていきますんで、普通に聞き流してください。そして今回の内容は私個人的なダイエット方法として聞いてもらえたらと思います。私が2ヶ月間やったことは、血糖値を安定させる、塩分を減らす、この2つなんですね。もう一つおまけで言うと、体温高い状態を何度か作りました。最後まで聞いてもらうと分かります。まったり喋っていきますんで、ちょっとテロップはね少なめにしてますが、動画を見ずに聞き流すだけでも楽にダイエットする方法が分かってきますんで、最後まで聞いてください。まず私がおすすめなのは酢を飲むこと、手作りヨーグルトを飲むこと、血糖値が上がりやすいものを控えること、これなんです。まず毎朝私は黒酢を飲んでました。ちょびっとですよ。黒酢朝飲むと結構胃がぐわっとなるので、私はそこに少し牛乳を入れたりヨーグルトに混ぜてクイッと飲んでました。これを毎日続けるとどうなるのか。血糖値が1日激しく動かなくなるんです。食べ過ぎてしまう人の多くは意志が弱いからとかではなくて、実は血糖値のスパイクが起きることによって食べなきゃいけない体になるんです。私も何度か経験しましたが、一時カップ麺のタンパク質が多いってやつが出て何回か食べたんですね。まあ、確かに美味しいし塩分もあるので、またお腹が空いちゃうんですね。その時に血糖値のスパイクが起きるので低血糖気味になって、もう体がねちょっと痙攣した感じになって食べなきゃいけないっていう風になった時があったんですね。やはり食べ過ぎてしまう時期が続きました。そこで酢を飲み始めて血糖値が安定して、あまりお腹が空かない、そういった状態が作れるようになってきました。そうすると蓄えられている脂肪が使われ出します。次に血糖値が上がるものを控える、例えば白米、小麦、チョコレートやアイス、そういった一般的に太るよって言われてるようなものは、やはり血糖値がギュッと上がっちゃうんで太りやすくなるし、しかもスパイクが起きるんでまた食べたくなっちゃうんですね。これを控えました。玄米ともち麦を混ぜたものを食べてました。だいたい1日1合、それを何回か小分けして3回や4回に分けて食べてました。もう一つ、体温を高く保つこと。体は脂肪を燃やすために約37度の温度で脂肪を燃やす。これなかなか実はね、すごいことなんです。油に火をつければ火をつきますけど、こんな低い体温でどうやって脂肪を燃やすのかっていうところがあるんですね。これはできるだけ体温を高く保つ、やはり運動時間を増やす。私で言うとサウナスーツを着て歩いたり走ったり、熱を逃がさないようにして体温を上げて体を絞りました。この体脂肪を燃やす体の仕組みというのが、実は体で起きる化学反応、触媒っていうんですけども、低い体温でも脂肪が燃やされる体っていうのが人間を備えてます。これに必要なのが酵素なんです。できれば天然の発酵物を取る方がいいって言われてます。そこで私は作ったヨーグルトを食べてました。これはプロテインに混ぜて私は取ってたんですけども、カスピ海ヨーグルトとかケフィアヨーグルト、この種を購入してですね、牛乳混ぜてタッパーに入れて、私は1日常温で放置して、固まったものを冷蔵庫に入れて、それをプロテインにカップ1杯分ぐらい、大さじ2杯ぐらいをプロテインに混ぜて毎朝飲んでました。そして夜はだいたい500ミリのビールを1本から2本、私は炭酸水で同量割りながら、500ミリ1本飲んだら炭酸水500、水の代わりにですね、かさ増しして毎日飲んでるのに2ヶ月で痩せることができました。皆さんも必ず痩せられるんです。今回お話ししたことを何度も聞き直してもらって、痩せるために大切な知識を入れてください。これは私個人的なダイエットの方法なので、いろんな方がね、白米絶対食べろっていう人もいますし、いろんな方がねおられるので、まあ、自分に合ったものを見つけてもらえたらいいと思います。私は今回お話しした内容で2ヶ月間ダイエットをすることをしました。運動に関しては基本的に体幹部をしっかり鍛えてください。私が腹筋メニューを多く載せるのはそこにあるんです。ここは体の中心になる部分なので、体幹部が弱ってしまうとどうしても体の姿勢が崩れたり、筋肉のバランスが悪くなったり、
そういった原因になってきます。二の腕が気になる、それは背中が動いてないからとか、お尻が垂れてしまう、それは骨盤が下がって体幹が弱いから、前のももが太くなる、それは骨盤が前傾してしまって骨盤を立てる、起こす、体幹部が弱って前のももが太くなる、そういった自分が気になる部位っていうのはほとんど体幹部の低下にあるので、なので私は腹筋メニューをたくさんのしてます。飽きないようにたくさんのしてます。どれが一番いいのかって言われるとそれはわかりませんが、いろんなね、自分が新しいメニューに取り組むことでいろんな体幹部の使われ方するので、いろいろやってほしいんですね。もう動画アップされたもの毎回やってもらう、それでもいいと思います。私は効果的なメニューしかどうしてませんから、同じメニューをずっとやるのもいいと思いますし、新しいメニューをどんどんやるのもいいと思います。そういった感じで食事と運動をうまくバランスとってもらって、血糖値の上昇をうまく安定させて、血糖値が上がる食事を血糖値が上がらない食事に交換してもらって、日常的に高い体温を保つ環境を作る。私はサウナスーツを着てましたが、暖かい格好をするとか、毎日お風呂に浸かるとか、日光に浴びるとか、そういった感じで体が温まる環境っていうのをできるだけ日常的に増やしてください。痩せていくときっていうのは脂肪が柔らかくなるので、脂肪がついたかなって感じるときもあると思います。ですが柔らかくなったときっていうのは脂肪が燃え始めてるときです。間違ってないことをやってるんですから、そのまま継続してもらっていくと引き締まってきますんで、やってみてください。そして最後に、私はこのサプリは飲んだ方がいいよってものがあります。それはエルカルニチンです。プロテインを取れとか EAA とかいろいろね、飲んでる人多いと思いますが、私はカルニチンだけはね、やっぱり飲んだ方がいいかなって思ってます。まあ実際私も飲んでました。これは体脂肪を燃やす過程で必要な栄養素なので、よく赤身の肉食べろっていうのはね、これなんですね。これが減ってしまうとどうしても脂肪の燃焼効率が悪くなるので、食事制限したり運動しても脂肪が燃えにくいよっていう人はこの成分が少ない可能性もあります。まあ絶対飲めよとは言いませんけども、私はそれだけは飲んでました。よかったら参考にしてもらえたらと思います。最後まで聞いたよ、勉強だったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。